3月のトリプル大開運日、金運爆上がりの開運法5選お伝えしていこうかなと思っております。皆さん、開運してますか？鑑定士の堀田亜希です。さあ皆さん、私の公式 LINE の方、毎日できる占いですとか、パワースポットの情報、公式 LINE 限定の動画だったり、情報というものを皆様に流しております。この2024年の最高の吉方位がある4月、どういうとこに運気を取りに行けばいいのか、冊子にして皆様にお作りさせていただいております。ぜひともこちらのご注文の方もお待ちしております。そして3月5日、この節入りの日に春財布購入日、使い始めの大開運日を配信しようかなと思っております。今回旧姓別に3月の中でもこのお日にちを使ってみてはどうですかということを限定で配信しようかと思っております。さあということで、節入りのお日にちがこちらでございます。3月の5日火曜日午前11時15分から7月3日までとなっております。さあこの春の季節なんですけれども、春の王といって一番5行木のエネルギーの作用が強力な1ヶ月というところになってきます。春は冬の間に種、地中に埋まってきたものがポッと芽を出していく、そしてその芽が大きな大輪を咲かせる夏というところに行くわけですけど、その可能性を含んだ種いっぱいの水をあげることでぐんぐん成長していくのがこの春。水っていうものを取り入れることで開運していくと言われております。なので皆様が願うこと、種を持ってみる、つまりそれが一つの行動だったり決断だったりっていうところからまずスタートしていかないと花は咲きませんよということになります。こんな春の季節の3月王のね時期なんですけれども、皆さんに注目していただきたいトリプル大開運日というのがございます。3月の6日の水曜日、土のとの実の日、友引きの蜜の日にち、3月18日月曜日、かのとの実の日の仏滅ですが蜜のお日にち、3月30日土曜日、水のとの実の日の天一天上期間の始まりの日で仏滅ですが十二直蜜のお日にちということで、この3つの日にち実は大願成就日プラス実の日プラス十二直蜜の日、トリプルの大開運日となっております。皆様の希望する願い叶うように、種から飛び出た芽に水をあげるようにスタートしていくお日にちとして最高の日にちじゃないかと思います。特に金運にまつわることを意識していくことによって、十二直蜜の日にち、どんどんエネルギー満たされていきますよ。なんと素晴らしい日なんでしょうかということになるわけですね。さあこの6日18、30日に金運が爆上がりしていくような開運法5選、皆様にお話ししていきたいと思います。さあまず一つ目でございます。春に買う財布にはパンパンにお金が張っていくという意味があるということで、春財布と言われているお財布となりますから、新しいものを購入するというところで、ご自身がこの財布かわいいな、素敵だなと思ったタイミングがあるのであれば、大吉日に購入していただくということを検討していただければかなと思います。旧姓別にですね、私の方から限定配信させていただくお日にちでご購入していただく、そしてお財布を寝かして使い始める日を使って思いを込めて使い始めると、一番私たちの身近なところにあるお財布というところが力を発揮してくれるんじゃないかなと思っております。さあ二つ目、無理くりね、お財布は新調しなくても大丈夫です。もしその気に入ってるお財布、もしくはお金に携わる金庫、ピカピカにする、いわゆる整理するということなんですよね。お金って結構汚いんですよね。お財布の中いつも整理してるつもりが、小銭入れの中身ホコリが溜まっちゃっていたりとか、角とか隅っこの方には結構汚いですよね。そこのところをしっかりとピカピカにするということが開運法でございます。さあ続いて3つ目、通帳を作るというところなんですね。積み立ての貯金とかを始めたりするお日にちとして選定されたお日にちを使うというところもタイミングとして見たらバッチリじゃないかなと思います。さあ4つ目でございます。
保険などの加入見直しの時期、病気とか入院もそうなんですけど、積み立てとか何十年前にかけたまんまなんだよねとかっていうと、今の方がもっといいものが出てるんじゃないかなっていうのをプロフェッショナルの方に聞くと全然違うんですよね。将来のための財運強化していくためにしっかりと見直していって、新たに加入する日にちだったり、やめて切り替えるとかっていうことも全て目になってぐんぐん伸びていく、それが運気となるっていうところをぜひとも覚えておいていただきたいです。さあ、そして最後5つ目、ここが重要なポイントとなります。今話題の新NISA始める、ニュースとかでも相当騒がれてると思うので耳にしたことがある方って多いんじゃないかなとは思うんですけれども、これに関してはやらなきゃいけないわけではないんですけれども、政府としていい条件打ち出しているというところから、自分自身の将来の投資のためにこういう手段もあるよっていうところだと思うんですよね。まず勉強してみたり聞いてみたり、そういうことで取り組むのか取り組まないのかを決める、運気の芽、運気の種発育していくのにあたって情報収集ってすごく重要になると思うんですよね。私の鑑定のお客様とかでも本当に増えました。この20年私お店やって鑑定してますけれども、保険とか銀行口座開設いつすればいいですかっていうのは結構多いですけれども、ここ最近になって投資とか新NISAについて証券会社の口座を開設するといい日どうですかっていう個別の相談はめちゃくちゃ多くなってます。まず私はいい日にちに開設をして、たくさんお勉強しながらやってみてるっていう感じなんですよね。まずその証券会社の口座を開設しないと目っていうものにはならない。そしてそこからどんな株だったり投資をしていくかっていうお日にちすごく重要だと思いました。海外アメリカの株とかそういったところってすっごい方位も重要だと思うんですね。詳しく私やってみた上でいろんな方からお話を聞いた上で、株と占いバイオリズムだったり時期感だったりとかを合わせてみる、株とか以外にも公益のギャンブル宝くじ見たりとかする上で昔からたくさん聞かれていることなんですよね。私たち占い師たちが思う見解と株っていうものをミックスさせてまとめた動画を撮りましたので、また3月中に配信していくので楽しみにしていただければなと思います。どういったものを買えばいいかな、先見の明を養う、その未来を見通す力、判断力、決断力をつけるためにお水取り勇気取りに行ってる方、本当に投資家さんたち実は多いんですよ。皆様には吉報を言っていただく、これも一つの種じゃないかなと思います。どんなことをするのかが決まっていなくってもやってみる価値はあるんじゃないかなと思います。さあ、ということでいかがでしたでしょうか。3月5日の節入りの夜には皆様に金運にまつわることをするお日にちを一泊さんから休止さんまで徹底的に発表いたしますので楽しみにしていてください。公式 LINE のご登録もお待ちしております。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。